レインディナーズか。そういや前は途中までカイロで行ったよな。西の入り江に船があったりしないかしら。覚えてるぞ。前はこの先にメリーを止めてたが、時期を考えりゃもういねえか。美しい戦隊だ。また会えて嬉しいぞ。しししし、また会えたな、メリいくぞ。
私の出番ね。やってやるぜ。任せろ。俺に任せろ。さて、よし。海軍の船さえいなけりゃメリーに乗れたってのによ。そんなに悔しがることなの？当然だ。メリーも俺たちの仲間だからな。船が仲間？大丈夫か？ハルが。お前、お腹が痛いのか？俺は医者だ。見せてみろ。おかしいな。熱もないし、脈拍も正常だ。一体どうなってんだ？おいおい、チョッパーにも原因がわからねえなんて、相当ヤバい病気なんじゃねえのか？きっと、アラバスタ特有の病気なんだ。おいお前、この症状になったのは初めてか？違う。前にも何度か。そうか、前にもこの病気にかかったことがあるなら、その時に使った薬が菜の花のどこかに売ってるかもな。探すなら町の中心にある広場だな。そこならいろんな店がたくさん並んでいたはずだ。行こうみんな。俺、医者としてこいつのことほっとけねえぞ。待ってろ、すぐ戻ってくるからな。急ぐぞ、広場があるのはここから北だ。でも、おかしな病気ね。診断しても何もわからないだなんて。きっと俺がまだ未熟だからだ。とにかく急がねえと。薬を持って行ったやつ、誰か見てたりしないかな。
なんだお前たち。お前だな、菜の花中の薬を持って行ったのは。急病人だっているのにひどいことするなよな。黙れ。俺は国王様の命令を受けて動いているんだ。貴様らなどにとやかく言われる筋合いはない。いいから町の人に薬を返すんだ。うるせえ文句な。こいつ本当はバロックワークスのくせにあくまで国王軍のふりを続ける気だぞ。大丈夫だチョッパ、俺に考えがある。どうすんだ。ごほん、いやすまない、今のはお前を試したんだ。ちゃんと国王軍の演技ができているかどうかをね。お前ミリオンズだろ。実は俺たちビリオンズでな、上の命令でお前から薬を受け取るように言われてきたんだ。何言ってんだウソップ。いいからここは黙って見てなさい。ビリオンズ、それならそうと早く言ってくださいよ。指令書通りこの町の薬は全部奪ってきました。見てください、ほらこの通りです。そうか、ではもらっていこう。今頃町のやつら薬がなくて困ってますぜ。王国への不満も増えるってもんです。今度は医者でも引っ立てましょうか。病人は死んじまうかもしれねえですよね。お前、薬は簡単に手に入れられそうだけど、俺このまま戻るなんてできねえ。戦医がこう言ってるがどうする、ルフィ。ぶっ飛ばして薬を全部取り返す。おう、俺は負けねえ。ゴムゴムのブレッド。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ボーシャット、やってやろうじゃない。行くわよ、サイクロンテンポ。おう、俺に任せろ。蹴りを食らいたいのはどいつだ。今行く。バースコート。まだだ。行くわよ、サイクロン。俺は強くなったんだ。その力見せてやる。
俺の出番か。一刀流、いよい、シッソンソン。まだだ。ゴムゴムのブレッド。まだ、まだ。あいつらは俺が片付ける。俺。私の番ね。任せて。悪いが、加減するつもりはねえ。邪魔だ。覚えとけ、俺はいずれ世界一の大剣豪になる男だ。やったよし、これで薬は全部回収できたな。だけど、薬をどこに返せばいいのかわかんねえし、一回さっきの店の人に聞きに行かねえか。そうだな。それにこの中のどの薬があいつの腹痛に効くのかも確認しないといけないしな。物資を奪うとか、クロコダイルもひどいこと考えるよな。でも、よかったの？私たち、以前とずいぶん行動が違うけど。何か影響は出ると思うけど、多分平気よ。大きな流れは変わらないはずだから。多分って、お前な。最高だぜ。おいおい、本当に元気になってやがる。単に腹が減ってただけなのか。すまんな、実はそうだったんだ。腹が減ってるならそう言えよ。そうだぞ、どこも悪くはなさそうだし、知らない病気かと思ったじゃねえか。悪かった。だがアラバスタじゃ俺みたいな生き倒れは結構いるんだぜ。水や食料が簡単に手に入る場所でもねえんだ。そうか、事情は分かったよ。でも腹が減ってんならそうだってちゃんと話せ。だから悪かったって、ついいつものノリでやっちまった。
こうしてるといつも通りすがりのやつやこの先の雑貨屋の店主がなんか恵んでくれるんでな。あ、呆れた。とにかくありがとう。本当に助かったよ。これからも俺のような生き倒れを助けてやってくれ。ああ、そうだ、ついでにこの鍵門の前にいる男のところへ持って行ってくれないか。あんたたちが戻るのを待っている間にちょうど手元のところに落ちてることに気づいてね。いや、それなら自分で。あ、腹が膨れたら眠くれてきた。おい、こんなとこで寝るな。はあ、とにかく無事みたいでよかったぞ。それにこれであの門の向こう側にも行けそうだしな。ああ、もともと向こう側に行かなきゃいけなかったし、ちょうどよかったかもな。